それではですね、こちら、テスラコイルのね、組み立て始めていたいと思いますけど、部品の紹介ですね。これがテスラ二次コイルと一次コイル、それから、高さを出す部品類と、ビス類、それからこれが基板、それからネオン化。で、こちらが、接続の電極とコンデンサー、これから、イヤホンジャック、音響の方のイヤホンジャックとコンデンサー、それからヒートシンクですね、それから LED ダイオドと2オーム、10オームのね、抵抗、それからこちらがセラミックコンデンサー、それから電解コンデンサーね、黒い色の電解コンデンサーがあるはずなんですね。ここに、はめる1、マイクロフィットっていうのかな、電解コンデンサがね、それがないんですよね、欠品。だから音響の方は多分つなげないやと思うけど、これで、やってきます。LED は、これはもう無電極なんで、どっちにつけてもいいんですけど、LED はアノード、カソードね、プラスマイナスがあるんで、アノード側をこっち側ね、マイナス側をこっち、この方向につけてください。この方向に。で、ハンダ付け。で、抵抗はですね、基板にこの10ね、それからここは2って書いてあると。ここも2ですよね。2で10って書いてある通りに、12、12というふうに抵抗をまたハンダ付けします。次に、電極ジャックとステレオジャックの、ハンダ付けですね。今までのハンダ付けがこんな感じなんで、こことここ、こっちとハンダ付けします。この電極の方とオーディオの方をつけていきたいと思うけど、かなり熱が出るんでヒートシンクにつけます。で、グリスをここのね、この接地面に塗れって書いてあるんだけど、グリスはもちろんなかったんで、この亜鉛化何個を使おうかなと思ってます。ここの裏に亜鉛化何個をつけて、グリスの代わりにしてここに接着するということでやっていきたいなと思ってます。ですね、この1次コイルと2次コイル、ちょっとこの1はアロンアルファでつけますけども、アロンアルファ、1次コイルと2次コイルはここで、2次コイルはここですね、ここ。それから2次コイルはここですけど、これも巻き位置があるらしいんで、それもこの巻き位置、この巻き位置で巻く。で、この巻き位置で巻くということで、で、これヒートシンクもつけて、これで完成という形になりますんで、ここはアロンアルファで、接着ということにします。これテスラコイルね、これ巻き方注意で、こっち向きの巻き方やったら全然放電しないんで。それでは完成したんで、テスラコイルの放電実験です。ここ見えます？見えます？炎が見えてますね。これ、ここ近づけると電力が供給されてネオン管が光る。ここ、これここですよね。これは電力の、ここが通電してる。これだから、ここで止めちゃうとここで通電、ここに止まるということになりますんで、これがね、今のワイヤレス充電の原理、ということになりますね。コイルとコイルを混ぜると、難しい、その電気の手段、有線の手段がいらずに、電力が供給されるということで、テスラすごい。